息子との会話が少なくなる分、お弁当だけはちゃんと作ることにした。それはちょっとした一方的なメールみたいなもので、これが毎日続くと思うなよ。はい、今日から弁当。息子からの返信はなくても続けられた。お弁当はいつだって空っぽになって帰ってきたから。過ぎてしまえば3年なんてあっという間で、一つ一つの弁当にささやかな思い出が詰まってる。そして最後の弁当の日、うん、うまい。お疲れ。私